恐怖の復活とは、和田真嗣による日本の漫画作品。月刊プリンセスの1980年9月号、10月号に掲載された。単行本は、秋田書店、プリンセスコミックス、プリンセスコミックスデラックス、秋田文庫より刊行された。ナチスドイツの潜水艦、イ、e、マイナス402型が、第二次世界大戦のさなかに、日本に、 エジプト第二王朝時代の二体のミイラを運ぶ途中、沈没した。時は流れ、伊豆沖で起こった地震が、海底の四角にあった潜水艦のムを押し出し、3ヶ月後に引き上げられたことで、惨劇は起こる。王女サリアと彼女に腕輪を送った恋人の巨体の戦士のミイラだったが、王女のミイラは外気に触れたために無酸し、戦士のミイラは、体と包帯の間に詰められた海水と、 犯行合成、社交合成による暗闇だけで増殖する編集のクロレーラ。何より、戦士自身の恋人を求める思いが連続殺人事件を引き起こす。ミイラの呪いの正体、他派病原菌はもナチスドイツにより滅菌されていた。ミイラの研究、編集のクロレーラ、ナチスドイツは現代考古学会を凌駕していた。ユダヤ人である。 クロレラ研究の父と呼ばれるオットワールブルク博士は、ヒットラーが追放も処刑もしなかったことから、彼により戦士のミイラを復活させたクロレラは開発された。ミイラの謎を解明しようともり、彼の婚約者、ナルミマや森の友人らが推理の輪を広げる一方、科学者にふさわしくない発言と、岸田教授や大学の関係者は無を疎むようになり、 森は、学会追放の窮地に立たされる。発熱により、喫茶室で休んでいて、そのことを知ったエリコは密かに腕輪を持ち出して装着し、おとりになる。腕輪が閉まってあるはずの金庫が置かれた大学に、近寄らず、海岸線に出現して、エリコを捕らえたことを知り、典型部は金庫を確認して、エリコの手紙を発見する。森はエリコを愛するがゆえにマヤと婚約して会えて、 子供扱いすることで遠ざけて守ろうとしたエリコが、逆に自身の窮地を救おうと危険を犯したことを悟り、愛されなくてもついていこうとしたマヤに謝罪し、マヤもまた自身ほど物分かりのいい女はいないと森を送り出すのだった。森は友人や典型部と協力して、ミイラ打倒とエリコ救出に命をかけ、森は海中照明弾と水中スクーターをぶつけて、 エリコを奪還し、水面に浮上した二人をヘリコプターが救出した直後、警備艇に乗った典型部がバズーカ砲を発射して、戦士を葬り去った。ありがとうございます。